西表には御格子参りたれど、糸い聞こえ顔ならんもいかがとて、一間二間はおろさず、月差し入れて薄らかに積もれる息の光あいて、なかなか糸面白き世の様なり、ありつるおいらくの心げそうにも、心げそうも、よからぬものの世のたといとか聞きしとおぼし入れられておかしくなん。で、源氏はその目指している西表の姫君の方へ行くわけですが、その西表のまではもう夜の御格子は下ろしたけれど、たびたび出てきましたね、あの格子を下ろすわけです。上げてあるのを夕方になると下ろすわけです。それを御格子参ると言ってるわけです。しかし源氏の君が来ていられる、この屋敷へ来ていられる、後の君のところへ来ていられるってことは分かってるわけで、それでそれなのにわざと格子を全部下ろしてしまったのでは、いかにも毛嫌いしているような感じで、感じがあらわになるわけで、だから糸い聞こえ顔ならんもいかがとて、おそらく姫君のそばに仕えている女房たちが気を利かせて、いかにも源氏様を嫌っているように見えるのが、思われるのもどうかと思って、一間二間は下ろさず、柱と柱との間の一間二間の格子は下ろさないで、そのままにしてある。月が空に差し昇ってきて、あたりはあわあわと雪の詰まった、その雪が空の色と光り合って、空の月と光り合って、夕べも月がいいはずだと思ってちょっと春が早く来すぎたけれども、月あらぬ春や昔の春ならぬ、我が身一つは元の身にして、成平じゃありませんけれども、なんとなくそういう気分になりたくって、ちょっと外へ出てみたら、もう次から次へこう雲が月の表を陰りながら通り過ぎていって、ゆっくりと月も見ていられませんでしたけど、まあ、月いくら見ても成平になれるわけじゃありませんから、ね、でもあれ、あの歌それほどいいと思わないんだけれども、でも不思議な歌ですね。なんとなくやっぱり春になると、月やらぬ春や昔の春ならぬ、我が身一つは元の身にして、本当はちょっとあれ強引な歌なんですよね。月は、この月は、この照っている月は昔のままの月ではないのだろうか、単なる疑問で終わると新しい解き方、やっぱりあの古い歌は一番言葉が効く半語で、半語までこう遡って訳しておくべきなんです。いや、去年と何の変わりもない月なのだ。その次が春や昔の春ならぬとこう言っているわけですね。第一句のところでこう五音で収めるためにつづめていったわけです。月やらぬ春や昔の春ならぬ、そして月もこの春も自然は昔のままの月であり春であるのだ。ところが人間関係の上ではすっかり違ってしまって、我が身一つは元の身にして、自分一人だけ境遇は元の境遇であって、そして去年恋を語らったあの姫君はもう我が身の届かないところへ行ってしまわれた。そこの部分がすっかり 略せられているわけですけれども、まあ、それは物語が補っているわけですけれども、しかしああいう言い方をするのはやはりあの一つは漢詩の影響ですよね。漢詩というのは一
一番短い五本絶句であっても一字が表意文字で表記せられるわけですから、そうすると二十字で和歌の三首や四首分ぐらいの内容が言えるわけで、それを成平とか紀貫之とかっていうふうな人たちはもう身に染みて感じたに違いないんですね。そして自分たちの定型の上に非常に無理を強いている、無理強いな言い方を強いているわけですね。しかしそれがまたその時代の歌の特色になっていくわけです。現在でもそうですね。ヨーロッパの自由律の詩の複雑な表現法、それを見るとなんと短歌っていうのはこの短歌定型は小さいことしか言えないのか。さらに短歌っていうのは一番やっぱり短歌の大事なのは誠実心象、まっすぐに自分の一番思いの切実なところを歌い出す、そして相手の心に響かせようとするのがそもそも短歌の発生の段階からの表現のあり方ですから。そうするとこういう複雑な表現、ことに比喩表現なんかのさまざまな陰影をこう重ね合わせる、そういう近代から現代へのヨーロッパの詩の影響というふうなものを受けた時代になると、短歌のこの定型が非常に狭い厳しい束縛になるわけですね。その束縛をどこまで自分の作品に許容するかということで、歌歌人としての個性が違ってくるわけです。私はもうその伝統的な歌の方を大事にして、変化の要素をできるだけこう抑えていこうとするわけで、そういうところが現代の花壇の人たちとは非常にこう違ってしまっているわけですけど、現代の若い歌人たちはそのヨーロッパから受けた、ヨーロッパの詩から受けた影響をできるだけこの小さな器の中へねじ込もうとするわけで、そこに作りがいもあるし作る意義も感じていられるわけです。ただ千年二千年の伝統を持つ我々の伝統的な文学ですから、あんまり正体なくしてしまいたくないというのが私の偽らない思いなんですけれどね。同時に新しい時代の現代の我々の表現の欲望、それもできるだけこう遂げていきたいという思いは当然のことですけれども、とにかくこういう冬の情景ですね。それで空に月が差し入れて薄らかに積もれる雪の光り合いて、ほんのりと積もった雪と空の月とが光り合って、なかなかいと面白き夜の様なり、かえってそれが趣深い夜の様子である。ついに今年はこういう情景見ることできないで終わるかもしれませんね。ありつる追楽の心下層もよからぬものの世の例えとか聞きしとおぼし入れられておかしくなん。先の源内志之助の追楽の心下層、追楽っていうのは元は
ね、この言葉のこの辿っていくと、実は人に老いをつける、人を老いさせる霊的な、あまりの来てもらいたくない死神だとか老い楽だとかっていうのはあまり来てもらいたくないものですけれども、人に老いをつけさせるもの、それを何かこう霊性を持った、霊覚を持ったような、こう妖怪変化の一つのように考えて、老い楽の根というなるというふうにこう言ってるわけです。やがてそれが現代にまたこう蘇って、老い楽の恋とかいうのが一時期えらくこう話題になったことがありますけれども、さっきのあの老人の心下層も、心下層っていうのは相手を意識して心準備をすること、相手を意識した心の持ちようを持つことですね。それが心下層です。あの老人の、さっきの老人の心下層も、心のありようも、よからぬものの世の例え、これもよからぬものの世の例えとか聞きしとおぼし出られてというのが、今の枕草子の文章にはどこにも出てこないのですけれども、古いその枕草子にはあったと言われている。加海抄という源氏物語の注釈、四辻義成という人が書いた加海抄の中には、あの凄まじきもの、師走のつくよ、大名の化粧いうふうな言葉があったんだと書かれているわけです。現存の枕草子にはありませんけれども、それによると、その凄まじいものの例として、師走のつくよ、旧暦12月の煌々と照る月、それから大名の化粧、おばあさんの化粧、おばあさんの厚化粧、これは凄まじいものだという、それをここでよからぬものの世の例えとして、聞きしとか聞いたような記憶があって、そのことが思い出されておかしく思われるというふうに言ってるわけですね。このあたり、これからあともちょくちょく出てきますけれども、つまり紫式部の清少納言に対する対抗意識、反発心と言いましょうか、それがちょこちょこ出てきます。そしてこう少し年上の、そして亭主皇后に仕えていた妻女ですからね、そしてその人の書いたものがやはり世にすでにもてはやされているわけですから、そしてあの紫式部2期の中では非常に痛烈に敵がい心をあらわにしてやっつけている、まあ、ライバルです。自分は少子中宮に仕える女房たちの中の代表的な妻女であるわけです。お互いのプライドはすごかっただろうと思いますけれども、そういう枕草子、そしてその筆者の清少納言への ライバル意識いうふうなものが時々こう出てくるわけです。そこもまた面白いところです。ちょっとここで休むことにいたします。